ありがとうございます。ではね、少しご法話をさせていただきます。前回からですね、実はホワイトボードを使ってお話をさせていただいておりまして、ちょっとそのセッティングをねさせていただきます。があった方がね分かりやすくて私もお話ししやすいので、ではお話の最初に、浄土真宗の開祖であります親鸞聖人の残されたお歌をね、拝読してから始めさせていただきたいと思います。よろしかったら合唱お願いいたします。本願力に相ぬれば虚しくすぐる人ぞなき、功徳の崩壊満ち満ちて、煩悩の熟睡隔てなし、唐ナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。ありがとうございます。こういう感じで親鸞聖人の和讃というね今お歌だったんですけれども、和っていうのは和風の和ですね、に讃っていうのは讃えるという字なんですけれども、当時の親鸞聖人が生きられた鎌倉時代の歌で流行りの歌があるんですけれども、そのメロディーというか、まあ、五七五の何て言うかな、その何て言う長さに合わせて分かりやすい言葉で仏様のお話というかね、仏様の功徳について歌ってくださった歌でありまして、それをまあ大体ねご法話の最初にトラディショナルな形で読んで、それについて今日はお話ししますよという形でね歌を紹介させていただいております。今のね歌の意味といたしましては、まあ、この真ん中にいらっしゃいます阿弥陀様という仏様っていうのは、その願いっていうのは全ての生きとしも生きるものを必ず救いますよ、どういった愛の、ね、生き方をしていようとも、どのような歩みをしていようとも、そしてどのような命の終わり方をしようとも、等しく浄土の仏に迎え取りますよというふうにね誓ってくださっている仏様であります。その願いをね聞かせていただくときに、私たちは決して虚しい命ではなかったというふうにね知らされますよという心を、親鸞聖人は歌の形で私たちに教えてくださっているわけなんですね。私こうしてお話をさせていただく身でありますけども、やっぱりね違う先生のお話もね、私はやっぱり一緒に聞かせていただいているわけなんです。お話ししながらも私もやっぱり日々ね、お話他の方のお話聞かせていただいて学ばせていただいていることなんですけれども、ある先生のねご法話でこんなことをお話しされていました。物事を見るときには意味という視点と、そして価値という視点があるんですよ。一つの物事を見るときに、二つの視点、価値という視点と意味という視点がある。ちょっと書いてきますね。価値という視点、見えますかね、大丈夫かな、と意味、この2つの、この2つの視点で私たちは物事を見ていますよっていうふうにお話しされました。例えばどういうことかなって言いますとね、このお念じを例えにねちょっとお話しさせていただこうと思うんですけれども、例えばこのお念じを価値の見方で見たときね、どういうことに私たちは心を奪われていくかっていうと、どんな素材でできているのか、ね、多分石かなで、そしてお値段はどれぐらいするんだろうかっていうようなね価値観で見るかと思います。そういう見方がまあ価値という視点で見たときかなと思うんですけれども、じゃあもう一つ意味で味わっていくとどういうふうなことが見えるかっていうと、これ実はね私亡き祖母の大事なお念じなんですよ。私お寺の生まれでして、日本の島根県のね、で祖母が、まあ、おばあちゃん子でありましてね、ずっとこの祖母が使ってたお念じなんですけれども、まあ3年4年前ぐらいにね亡くなって、まあ、その頃私が日本を離れる前に亡くなったものですから、まあ、死に際にも会えたんですけれども、まあ、そのお念じはずっと日本にあったんですね。でも
この度去年の夏ですかね、両親がねこちらに来た時にこの往年中持ってきたよって持ってきてくれたんですね、頼んでないのに、はい、だからね私にとってすごく大事なそういう往年中なんです、うん、そういう意味合い、この往年中を見た時にお仏事の時、仏様の前で手を合わさせていただく時に使うお道具ですよっていう風に見出されるのと、もう一つ言うと、この物事を意味という視点で見た時にですね、そこにはもう素材とか、あとの値段とかっていうそういう価値の見方での視点が入る余地がなくなるんじゃないですかねっていう風にその先生おっしゃってたんです。ああそうだなっていう風に思いましたね。意味で物事を捉えた時にですね、これはねこの念珠を例えると、これは、私の祖母が大事にしていた私の、祖母の形見ですよっていう、そういうねお念珠ですよって聞かせていただく時に、そこにはもう素材とかそして値段とかのそういう価値は全然入る余地がないですよね。それは私の大事な、私にとっての大事なお念珠、唯一無二っていう形になると思うわけなんです。でいろんなものに対して私たちっていうのはこの2つの視点、価値と意味という視点を持って私たちね物事を測って生きているのではないでしょうかね。意味の方をね大事にして生きていければ素敵なことだと思うんですけれど、どうしてもね私たちは価値っていう方にもやっぱり心を奪われてしまうんじゃないですかね。例えばこの御法王座の後にですね、もしかしたら夕飯とか の買い出しでスーパーとかに立ち寄られた時に何を見るかっていうと、何見られますかね。やっぱりね、やっぱり値段をね見ていくんじゃないでしょうか。こっちの方が安いとか、あこっちの方が安い、あこっちの方が多いとかね、こっちの方が得だわとかね、同じような2つのものを見た時にもやっぱりこっちの方が新しい古いとか、そして高い安いの基準であったりね、やっぱりそれはね新しくて、まあ、安い方がねいいですよね。私だってあんまり損はしたくないですし、得をしたい方ですから、うん、そして私たちは時にねその価値観をね自分自身だったり、そして他の周りの人の命に対してもその2つの視点での二面性での、ね、価値観を当てはめてないでしょうかねっていうふうにその先生おっしゃいました。どうでしょうか、この命にこの価値という、ね、視点を当てはめてみたときどう映るんでしょうか。お寺にはですねこの道挟んで向こう側にプリスクールがあるんですね。毎日毎朝ですね平日になったら、平日の朝10時になりましたらね、向こうからにぎやかに歩いてきてくれるんですね。で一緒にお勤めをさせていただいて、お焼香をねお勤めの最中にしてくださって、で、まあ、歌を歌ってね、そういう時間を過ごさせていただいているんですけれども、最初その、ね、3、4歳のお子さんたち初めてお寺に来た時はねお辞儀の仕方も分からないし、そして手を合わせることだって知らないから、サービスでそのお焼香がねみんな20人ぐらいいるんですけど、時間がすごいかかったんですね。そうゆっくりお経を務めさせていただいておりましたけれども、でもねだん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 と毎日毎日ねそうやってお勤めをね重ねさせていただく中で、お辞儀の仕方ができるようになって、そして合唱ができるようになってね、ちょこんとこうやってねパッとこうね帰っていくんですけどね、一つ一つ学んでいってできるようになっていく、そういう姿っていうのは私たちどういうふうに申すかっていうと、成長っていう言葉でね、成長していくなっていうふうにね見ていくわけだと思いますね。さっきもガールスカウトの子たちもね、小さなお子さんから大きな高校生ぐらいのねお姉さんもねいらっしゃいましたけれども、一個一個この間までできなかったことができるようになっていく、そうやって成長を重ねていくわけでありますけれども、ね、一年一年そうやって年を重ねていくたんびに学んで経験していって、一つできなかったことが、ね、できるようになっていく、
そして行けなかったところにどんどん行けるようになっていってね、可能性が広がっていくわけだと思うんですけどもね。でもなぜかね、ある一定の年齢になりますとね、私たちってはその成長って言わなくなるんじゃないでしょうか ね、生まれてから1年1年同じように年をね重ねていっとるわけなんですけれどもね、重ねれば重ねるほどあんまり喜べなくなってしまってるのでは私だけでしょうか、皆さんどうでしょうか、足し算ばっかりだった、足して足しての、ね、あの人生だったのが、この間まで生きてきてたことができなくなってしまったとかね、そういうふうに引き算になっていく、そういう気がする。そういうことを、それらの変化をね、私たちどういうふうな言葉で言うかっていうと、加齢とか老いとかね、見えますか、大丈夫かな、老化とかね、成長に対して老化っていうふうに捉える私がいるんじゃないかなっていうふうに思います。それはね、年を取って重ねていくと、いつまでもこうやって健康な体で保って生きるわけじゃなくて、ね、病に、ね、かかっていかないといけないこともあるでしょう。そしてね、確かに健康第一っていうふうに言われますけれどもね、元気で過ごしていくってことはこの上なく素晴らしいことなんですけどもね、生きている中でやっぱり病気だったり老いだったり、そして、ね、命を終えていかないといけないっていうね、そういうどうにもならないことも引き受けていかないといけないのが私たちであるわけなんですね。どうしてこの世界に生まれてきたかわかんないけれども、ね、自分で生まれたいと思って生まれてきた人は多分一人もいないと思うけれども、いつの間にか生まれてこうして自分の命を生きていますけれども、ね、老いたくなくても老いていかないといけない。そして、ね、病気になりたくなく、なりたくなくても、ね、病気になっていかないといけない。そして命を終えたくなくても終えていかないといけない。思い通りにならないそういう命、そして死っていう現実をね抱えているのが私たちですよっていうふうにお示しくださったのがインドのお釈迦様であります。当たり前じゃないかっていうんだけども、そういう命の現実を私たちは一人一人抱えているんですよって教えてくださってます。一番最初に和さんのね歌の中でね、読ませていただいた言葉の中に虚しくすぎるっていう言葉がありました。虚しいっていう言葉ですね。まあ普通の漢字だったら、ね、虚しいは空虚の虚っていうふうに使うと思うんですけども、親鸞聖人はどういった漢字を使ってくださってるかというと、ちょっと見えるか、この空間の空、空の空で虚しい、虚しいというふうに言われているわけなんですね。虚しいってどういうものかっていうとね、空っぽっていうこと、なんだか身があるように見えるんだけれども、結局蓋を開けてみたら空っぽじゃないかって。私たちが今まで積み上げてきたものって、こう頑張りっていうのが最後の最後で結局蓋を見てみたら無駄じゃん、無意味じゃないかっていうふうに嘆く姿っていうのが虚しいっていうふうに言われるわけです。まあね、フルーツでもこう美味しそうなフルーツね、こう例えば何でしょうか、みかんとか、あ、これはいただこうと思ってね、はいで見たら実があんまりなかったりね、そういうのあるじゃないですか。実なし、虚しいっていうのはそこから来てるらしいです。実なしっていうのが虚しいっていう言葉だそうの語源だそうです。まあ、そういうね歩みをしている私たちだから、やっぱり若いだとか健康がいいとか生きてるのがいいっていうふうに命をこう価値の視点でね見ているのが多いんじゃないかなっていうふうに思います。分かっていますよ、頭では置いていかないといけないし、病気になることだってあるし、死んでいかないといけないっていうのは分かっているんだけれども、置いていきたくない、そして病気になっていきたくない、死んでいきたくなってない、大事な方と離れていきたくなってない、でそういうふうに嫌だ嫌だとこう人生ね終わっていくとしたら、もしかしたらこうね自分の人生振り返ってみた時、もしかしたら虚しい人生だったかもしれません。でもそうではないよというね、そういう働きっていうのが働
働きかけてくださってる世界があるんです、私の命の上に一人一人の上に届いているっていうんですというふうにねお聞かせいただいています。生き方だったり死に方だったりね、そういうのを問わず、ね、生きてるとか命がない、命を終えていくのもものも関わらず、どのような命の歩みをしていようとも等しく尊い命であるんだよっていうふうにね教えてくださっているのが仏様の悟りの世界であります。あの私事ですけれども私 の、 あの母方の祖父の話を少しさせてもらいますけれどもね、私の祖父 の、 あの母方の祖父は、同じ島根県のね、まあ、出雲市ってとこに、あの母はね出雲大社の方の出身なんですけれども、あのその出身でありまして、すごくねその私の母方の祖父は器用でね、お料理もすごい上手で、あの魚もねさばけるような祖父でありました。器用で何でもできる祖父で、いつもその母のね実家に遊びに行くとね、あよう来たなってね、あの優しく迎え入れてくれるような祖父でした。であのその母の実家は、商店を、小さな商店をね営んでいたわけなんで、あの遊びに行くとね、まあ、お菓子をねこっそりくれたりとね、私そういう意味で大好きなおじいちゃんだったわけなんですけれども、まあ、優しかったからね、うん、その祖父だったわけなんですけれども、その祖父が、私がね大学生の時に実はがん、胃にがんが見つかりましてね、入院することになったわけなんですね、うん、でやっぱり週末になると母はですね、父である祖父に、祖父の病室に訪れて、あんまりね栄養が取れないというふうに聞いたら、あこれがいいっていうふうに聞いたものをねこう差し入れて、あこれ試してみてみたいな感じでね、毎週祖父のもとをね訪れていたっていうふうなことでありました。私はね東京の大学に出ていたものですから、まあ、休みごとにねその祖父のもとに訪ねていて、おじいちゃん元気っていうふうに尋ねるとね、同じようにねおよう来たなっていうふうにね迎えてくれるわけなんです。だけどもだんだんとねこう祖父の姿を見てるうちに、だんだんとこう少しずつ痩せていった、衰弱していくようなそんな姿っていうのがね目に残っていますけれども、それでもおよう来たなっていつものこの明るさで迎え入れてくれた、そういう祖父でありました。である日ね、この夏休み前の試験のね真っ最中だったわけなんですけども、突然実家から連絡がありまして、おじいちゃんがね息を引き取ったんだよっていうふうに連絡が参りまして、私はね突然のことでやっぱりびっくりしてしまいました。おじいちゃんがっていうふうに思いました。でもね祖父のその地域の方はですね、亡くなったらもうその次の日には火葬、そしてお通夜、お葬式をねもう済ましてしまうような地域でありましたから、で私も大事な試験のね真っ最中でありましたから、もう今回は申し訳ないけれども、ここはね帰ってからお参りさせていただこうということでね、テストを帰ることがなかったわけなんであります。そしてテストが終わってねすぐに帰ってきました。祖父のね家に行ってみますとね、いつもと変わらないんですよね。いつもと変わらないんだけれども、およう来たなって言ってくれる祖父だけいないんですよね。それでね祖父はいつもさっき来たら仏さんにお参りしなさいっていうね方でしたから、仏さんの前にね手を合わせると、そこにはねよう来たなって言ってくれる祖父の写真があってね、遺骨があるわけなんですよね。おじいちゃんは本当に亡くなってしまったんかっていうふうにね、なんかね姿を見てないけれども、なんとなく、うん、その現実を受け止めた瞬間でありました。こうねお仏壇の前でお参りしてますと、まあ、このね家は商店でありますからね、近所のおばさんがね声をかけてくださったわけですね。この度はおじいちゃんがねかわいそうなことだったねっていうふうにね声をかけてくれました。きっと慰めの言葉だったと思うんですけどもね、なんだかそのかわいそうなことだったねって言われてね、私はすごく
寂しい気持ちに、ね、なりました。かわいそうだったんだろうかおじいちゃんはっていうふうに、ね、思ったわけなんです。確かにね、しんどい思いをしたかもしれんけども、かわいそうだったんだろうかってね、少し寂しい気持ちでありました。まあ そのそういうふうに思ってたけれども、まあ、そういうこともすっかり忘れて、まあね、10年後ぐらいに ご縁があってね、こうしてお坊さんになる機会をいただいたわけなんですけれどもね。そしてまた別の機会で仏さんのお話をね、お寺でお聞かせいただいた時、ある先生がこんなことをおっしゃってたわけなんです。長年こう病気を患った末に命を終えていかれた方のことに、この方に対して、私たちはこう病に敗れたとか病に打ち勝てなかったっていうような表現をね、することがあると思います。でも命を終えたっていうのは負けたってからなんでしょうか。死というのは負けっていうことなんでしょうかね。その当人は最後の最後まで精一杯生きた命なんだから、その命自体にはね、勝ち負けっていうのはないはずなんですよね。でももし勝った負けたの話であるんだったら、それは医療がこの病気にね、打ち勝つことができなかった、病気を治すことができなかったっていうことですから、医療や医学がこの、その負けたっていう方が正しいはずですよねっていうお話をされてたわけなんですね。それを聞かせていただいた時ね、私の祖父のことを思い出しました。あの時かわいそうなことだったねって言われて、ちょっと寂しい思いをした時のことね、おじいちゃんはあの時ね、こうしんどい中だったと思うけれども、最後まで精一杯生き抜いた命だったんだよな、やっぱりなって、気の毒なかわいそうな命じゃなかったんだよなっていうふうに、その先生のね、お話聞かせていただいて、こうふとね、なんか嬉しい気持ちに、させていただいたことでありました。そしてね、同時にね、私気づいたんですね。長寿で100歳とか、例えばよく大往生だとか言いますね。長寿で精一杯生き抜いた、寿命を精一杯生き抜いた方に対しては大往生だとか、こう長生きされたんだなって、立派だなっていうふうに言ってみたりとか、そして病気で亡くなっていった、事故で亡くなっていかれた、若くして亡くなっていかれた方、そして、ね、そういうニュース、そういうのニュースとか芸能人の方のね、ニュースのことに対しても、私心のどこかでかわいそうだなって同じように思っていたところがあったなっていうふうにね、気づかされたんです。命に対して優劣つけられて、悲しいなって思ってた私のはずなのに、よく考えてみたら私自身も同じように反対に優劣つけてたなっていうふうにね、気づかされて、恥ずかしいなっていうふうにね、思いました。この仏様の悟りというのは、あるがままの、この物事のあるがままをね、映し出してくださる、そういう世界であります。私たちのこの自分中心の価値観とか物差しを差し置いたあるがままの世界でありますね。その働きを自他一如っていう言葉でね、表すわけなんです。ちょっと消しますね。消せるかしら。自他一如、ここに書きますね。自他一如、こういう字ですね。自分と他人が一つのごとしっていう言葉なんですけれども、ね、私たちの世界では言葉でより分けて、物事をより分けていくと思うんです。これがいいとか悪いとか、好きだ嫌いとか、私と関係ない命、私の大事な命っていうね、この価値の見方で物事を境目を作って生きてるのが私かもしれません。この自他一如の世界っていうのは、ね、私先ほど申し上げましたように、私とあなたが一つのごとしということ、他の命との境目がないということです。境目がないとどういうことかっていうと、そこにはこの命ともう無限にこうつながり合っている命が多数にあって、見えないけれどもね、そして全てが一体となっている命であるということ、
ね、全てが一体の命であるということだから、私の命が大事のようにあなたの命も大事、そこには優劣がないということですね。私とあなたの差が取れている、差が取れているってことで差取りの世界なんですね。でこの仏様の自他一如の眼差しの、眼差しでこの命を、ね、この世界を見てみるときね、この人間の、ね、世界ではいろいろこう価値判断しますね。いい悪い、男女、好き嫌い、健康、病気、長い命、短い命、優劣とかね、こういろいろ価値で測るけれども、この眼差しで見るときはそんな価値はもう入る余地がないわけなんです。自他一如の世界でを、ね、こう聞かせていただく中に、私はでもそれでもこう、ね、やっぱり続けて善悪こう優劣をつけ続けてしまっているわかもしれません。あ、そうだったの、そういう私だったなって思い出しては、忘れてを繰り返しながらだけれども、少しずつ少しずつこう、ね、周りの人だったり、そして自分自身に対して、ね、その自分を中心とした物差しでこう測ったりするっていうのはね、少しずつこうね、減っていくことだと思います。少しずつこの自他一如の、大きな命でね、周りの方もそして私自身も慈しむことができる物差しでね、物事を見ることができると思います。だからこそね、やっぱりせめて私たちこうして仏様の前で座らせていただいている時は、いつも使っているこの善悪優劣の物差しをちょっと置いて、この自他一如のね、仏様の世界にね、自分を溶け込ませていただければと思います、そういう中で、その中から私はこれからどうやって生きていこうか、歩んでいこうかっていうことをね、お互い様に、仏様にね、お尋ねしながら歩いていけばいいと思います。何をしても私たちもうそのままが美しいというか、もう完全であるというか、そういう命であります。私自身もね、そうやってともども皆さんと一緒にお聞かせいただければなと思います。はい、ようこそ、本日はお話をね、聞きにね、お参りいただきました。そういたしましたら、これにてね、ご法座を閉じさせていただきたいと思います。それじゃあね、合唱で終わりたいと思います。合唱でお願いいたします。ナマンダーブツナンマンダーブツナン。